ホセアンドレス・グアルダード・エルナンデスは、メキシコ・グアダラハラ出身のサッカー選手、レアルベティスに所属する、メキシコ代表である、ポジションは主にミッドフィールダー、左ウィング、左サイドバックとしてもプレーする。CF アトラス、編集7歳の時に CF アトラスの下部組織に、加わり、2005年8月の CAF、パチューカ戦でプリメイラ・ディビシェオンデビューした。CF アトラスでは2シーズンプレーし、 2006年夏には、スペインのレアルマドリードや、イタリアセリエ A のスークラブからの関心が伝えられた。デポルティーボラコルーニャ、編集デポルティーボラコルーニャでプレーする、グアルダード2007年7月、スペインのデポルティーボラコルーニャが、遺跡金700万ユーロで保有権の75%を獲得するオファーを出し、グアルダードの遺跡を素早く取りまとめた。この金額は、 メキシコ人選手に支払われた遺跡金としては史上最高額となった。2007年7月24日、スペインのデポルティーボラ・コルーニャと正式に契約して背番号18を受け取った。8月26日のドアルメリア戦でリーガエスパニョーラデビューし、2007から08シーズンは26試合に出場して5得点を挙げた。クラブは9位でシーズンを終え、 UEFA インタートとカップ出場権を得た。UEFA インタートとカップ優勝により出場した2008から09シーズンの UEFA カップでは、グループリーグのフェーエノールト戦で得点した。ミゲル・アンヘル・ロティーナ監督は、クアルダードがデポルティーボの鍵となる選手だと発言し、彼の才能と作れた人間性に敬服した。ロティーナ監督は、 グアルダードーレギュラー2010から11シーズンはわずか20試合の出場に終わり、クラブは20年ぶりのセグ軍ダディビシオン降格となった。降格に伴い移籍かと思われたが残留。2011から12シーズンの昇格に貢献した。バレンシア CF 編集2011から12シーズン終了後、フリーでバレンシア CF に移籍した。契約は4年間、バイエルレバー空前。ク 編集2014年1月3日契約には完全移籍のオプションもついている PSV アイントホーフェ編編集2014年8月26日 PSV アイントホーフェ編にレンタル移籍した2015年3月27日 PSV に完全移籍したレアルベティス編集2017年7月7日レアルベティスに移籍した移籍金は200万ユーロ 契約期間は3年間。2005年12月14日、ハンガリー代表との親善試合に途中出場して、メキシコ代表デビューした。CF アトラスでデビューを飾ってからわずか4ヶ月後のことだった。CF アトラスでの活躍が絶頂の2006年にはドイツで開催された 2006FIFA ワールドカップに出場した。グループリーグでは出場機会がなく、 決勝トーナメント1回戦のアルゼンチン代表戦が初出場となったが負傷して66分にベンチに退き試合にも1から2で敗れた。契約が満了したリカルドラボルペ監督は大会終了後に退任しウーゴ・サンチェス監督が就任したがサンチェス監督も続けてクアルダードを招集した。監督交代後の初出場はアメリカ戦となり 途中出場時はメキシコが優勢だったが、結局0から2で敗れた。2007年2月28日、ベネズエラ戦で代表初得点を挙げた。同年の2007コンカカーフゴールドカップには代表の主力として臨み、メキシコの全試合に出場した。決勝のアメリカ戦では、右サイドからのグランダーのパスに反応して、先制点を挙げた。この試合の後半には、 空中のボールを競り合ったジョナサン・スペクターと正面から激突して頭部を負傷した。試合の残り時間もプレーしたが大陸王者を争うライバルに1から2で再び敗れた。コンカカーフゴールドカップ終了直後には南米王者を決めるコパアメリカ2007に参加しアメリカ戦での負傷の影響でグループリーグに試合を欠場したが第3戦のチリで 先発復帰して決勝トーナメント進出に貢献。準々決勝のパラグアイ戦でもドリブル突破でチャンスメイクし、6から0という対象につなげて準決勝進出を果たした。しかし、準決勝のアルゼンチン戦ではドリブル突破がフ安ンセバスティアン・ベロンなどに阻まれ、自身の持ち味を出せずに0から3で完敗した。3位決定戦のウルグアイ戦では途中出場ながら、 チームの3点目となる豪快なミドルシュートを決め、3位に貢献した。2010FIFA フフワールドカップ北中米カリブ海予選では、2008年6月21日に行われた2次予選のベリーズ戦セカンドレグ、同年9月6日に行われた3次予選のジャマイカ戦、2009年9月5日に行われた最終予選のコスタリカ戦で得点している。2010年に 南アフリカで開催された 2010FIFA ワールドカップ本大会にも出場し、グループリーグ初戦の南アフリカ戦では途中、出場して、ラファエル・マルケスの同点ゴールをアシストした。2戦目のフランス戦には出場せず、3戦目のウルグアイ戦では3センターハーフの一角として、先発出場したもののハーフタイムに、ベンチに退いた。 決勝トーナメント1回戦のアルゼンチンでは、左サイドハーフとして、先発出場したが、ミドルシュートや直接フリーキックはいずれも枠外に飛び、チームは1から3で敗れて、ベスト16に終わった。2011年6月12日、2011、コンカカーフゴールドカップのコスタリカ戦で2得点した。決勝のアメリカ戦でも得点し、北、中米カリブ海王者の称号獲得に貢献した。 2015コンカカーフゴールドカップでは準々決勝の2018年4月30日時点2017年11月10日時点スコアと最終結果はメキシコの得点を左に記載してある PSV 時代のグアルダードデポルティーボラコルーニャ PSV アイントホーフェンコンカカーフゴールドカップ2011-2015ありがとうございます